おいそこんにちは、メリです。今回はお遊びで、もう半分お遊び気分でオルファリオン使っていきます。で、まあ、このキャラクターはデートナにもちろん入れます。なんですけども、性能はバインドにスキル4つ、封印耐性7コンボ強化、聴覚性を含めて4つに2で2つという感じで。で、今回は善逸をアシストしました。で、本来はね、ここはリーチェとか、封印耐性を補ったりとか、あとはギルガメッシュつけてダメージ吸収とか。にした方がいいかなって思うんですけど、今回はちょっと本当に火力でお遊びっていう感じでデートナパのサブに入れます。まあ交代枠はもちろん雪村だよね。で、雪村と比べてどうなのっていう話なんですが、まず進化スキルです。で、進化すると2ターンで打てるロック解除光4個生成で、光目覚め1ターンあるんで、これを見る階層で、上書きする回復目覚め、これがやっていきたいね。で、ステータスの方は HP11000 超え、まあこれ振ってるんでね、11000超えっていう感じになってますけど、まあこれによって雪村よりも HP が高いです。攻撃力は雪村よりもちょっと低い。ちょっと雪村見せましょうか。こんな感じです。いつも使っているのは HP9700、 攻撃が4000、まあグリゴリー分でちょっと上がってないか、4700ぐらいで、回復がなんぼ880か。回復と攻撃に関しては雪村の方が高いねっていう風になりますが、コンボ強化分はこっちの方が攻撃力上がってるんで、火力としてはオルファリオンの方が出しやすいっていうところですね。で、まあ進化スキル持ってるので2段階目がダメージ吸収とかじゃないので、1回しか基本打てないんです、この属性吸収無効とか。だから4次元で使うんだったら、パイモン階層が来た時にそこを対策するためには属性吸収無効の武器をアシストしといて、アシストからまず3階層で使ってオルファリオンのスキルが溜まり直してからのパイモン階層に入るっていう動きをしてあげれば、2回ね打っていけるのかなと思います。今回はちょっとパイモンは捨てでね、本当に火力で遊んでいきたいと思います。ということで4次元の探訪者でいつもの編成です。デートナニラジオアでコットの方には戦国、コットの方にはアマツ、オビワンの方にクルセイダーつけて、オルファリオンは今回全逸で、でデートナの方にはポップをつけてます。ということで封印 80% ですけど、まあ、ここの初手の階層と、あとスクルドかな、封印やってくるのは、そこを弾けばまあ大丈夫かなと思いますんで、初手立ち回りとかはもう特に言うことはないので、これね、リーダースキルとしてもデートナと相性いいんよね。普通にデートナと合わせて使えるような性能してるんで、これもまたおすすめかもしんない。はい、でヘイストで、4ターン待ちましょう。じゃあ変身して、で、ここは2ウェイを組まずに行きますと。HP はね、まあいつも使ってるのとそんな変わんないかな。グリゴリーの武器とかつけると HP1 個分、強化が1個分乗るんで、まあその分下がるんだけど、オルファリオンが HP で多いのでカバーしてるよねっていう感じにはなるんで、結局プラマイそんなに変わんない。はい、じゃあここはちょっと2ウェイ組んできます。まあエンハンスなくてもね、42億ぐらい出せますよっていう。はい、これでオルファリオン普通に種属性は、わ、27億か、あーちょっと出ないか、さすがに話だときつかったらしい。じゃあここは固定ダメージで倒していきましょう。闇2ウェーブ残ってるとありがたい。まあ麦ドラのね、光が来た時に光吸収されるとまずいんで、トントントン、はい OK ですね。じゃあ帯番だけで済みそう。エンハンス打つと全部飛ぶんで、エンハンス打たずに2ウェイでいきます。じゃあ帯番くん打って、10コンボにしたいだけなので、まあこのぐらいでいいでしょう。こいつターゲットね。これでとりあえず半分調整入れて、やっぱね、全体攻撃を入れないといけないリーダースキルは正直こういうところで厳しいよね。ロイヤルオークとかはさ、まださ貴族性が苦手とかあるけどさ、これ闇の全体とか入れなきゃいけないってなったら属性的相性関係ないから全員倒しちゃうよね。だから俺闇のロボのまた考察とか出したいと思ってるんですけど、闇は単発攻撃ができてほしいね。うん、まあわかんないけどね。列だったらね、またここ2階層運ゲーになる可能性があるんで、それが嫌なんですよね。で、あ、そう、オルファリオンのスキルレベル15上げで調整してます。全部上げちゃうとアシスト武器が溜まっちゃうんですよ、多分。だから
今回スキルレベルは全部上げきってない。まあそういう調整もいるかな。進化スキルは絶対スキルレベルマックスなんで、オルファリオンね、初手30上げなんで、まあそこら辺を調整してあげるのもまた、まあ、調整できるのも強みなのかな。ある意味強みだと思うよ、そこは。ここはもうね、両サイド潰しますよ。こっからもうオルファリオンはとにかく強いと思います。ほい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 。これ副属性がね、13億と。いや、種属性なんてこの10倍出てるってことだ。420億出てるってこと。で、ここで、これ打っていきましょうか。属性吸収、ダメージ吸収無効して、はい、スキルが進化します。で、ここは 2way をまあ、うまいこと組んでいきたいところではあるよね。こんなもんでいいでしょ。じゃあ、これで倒していくと。OK。まあ、副属性10億出るか出ないかぐらいだね、オルファリオンは。雪村はね、副属性しかないから、42億で絶対止まるんですが、そこにプラスアルファで火力をさらに盛れるっていうのが、まあ、オルファリオンのいいところなのかなって思います。ここはもう、素通り。はい。で、次何が出てもいいよっていう感じで。ただ、消せない状態が、ちょっと闇が4ないと、解除しづらいんですけど、水はでも変換できるからまあいっか。変換できるよね、確かね。回復にするよね。OK ですね。まあ十分でしょう。じゃあこれで突破していきます。はい、OK。楽勝ですね。でもう、チェスターなんて、カモです。完全に。チェスターはもう、ポイ投げでいきますね。2way1 個のポイ投げで。もうこんなんでいいもんね。闇属性はカモでしかないね。デートナー当たりましたか、アンケートゴッドベースで。どうですかね。結構ツイッターはね、やっぱね、まあ、ツイッターはむしろ当てた人しかツイートしないから、まあ、結構引けてるなーみたいな印象はあるけど、実際のところでもそうでもないとは思うよね。そんな人生うまくないと思うんで。一応デートナー僕も1体は出ましたね、アンケートから。もう十分かな。あとは闇ロボがいつ来るかっていう話だけどね、年末かな。いつもね、月始めとか、まあ月終わりかでも言っても、月終わりから月始めにかけてのゴッドレスいつも来てたので、まあいつ来るかな。今発表されてないっていうことは、年末来るんじゃないかな。って思いますけど。まあこれぐらい倒せるっしょ。種属性は当たり前にカンストするよね、そりゃ。そりゃするよな。はい、8回、そう。いや、やっぱね、デートナーは楽ですよ。デートナーは楽でしょうがない。これとかさ、闇属性の敵に対しては、副属性倍入るから、めちゃめちゃいいよね。ちょ、間に合わんかった。間に合わんかった。指が7秒ぐらいしかないな。すでにもう一個組みたかったんやけどな。あんまりもたつけれんね。オッケー。はい、9回、そう。オシリスか。オシリスでも HP10 万個ってむしろ増えるんで。これワンパンでいけるんかな。結構全力で組んじゃった。つか、リーダースキル、あれだな。変わってるから。変わってるからどうだろう。耐久性能落ちた。落ちた、これ。ブリブリか。ブリブリ。でも、そんなにでしょ。言うて、先制攻撃。OK、OK、OK。で、じゃあ、2way1 個と、あとはちょっと、つなげ気味でいこっか。半分いくと怖いんで。半分いかないようにしたい。OK、神調整。じゃあ、こっからワンパンで持っていくと。タイプは、神入ってんのか。神要素はあんまり感じ取れんけどな。ブリトラって神の名前なのか。これで倒せると思う。 OK。 オビワン溜まって次でもあれだな、あれでしょ、ビジャスでしょ。木は3待ちワンパンがで、オビワン打ってちょっと多いなこれ、光多分めちゃめちゃ多いな。雷の呼吸溜まるんだけど多いな。ちょっと多いかな。
まあでもワンパン持っていけるんじゃね、っていうかワンパンで持っていけなくてもこいつサインアウトとかでそんなに発狂強くないでしょ。 OK です。さあ12階層まで来まして、うわちょっともうなんでなんでかねー、なんでやし、なんで、はははマジ嫌われてるわほんまに、こういう時だけいっぱい出やがって。これ結構強みじゃない、インドラに対してインドラに対してロック解除からの回復関係なし4個生成、これ強くない、回復以外からじゃない条件によって回復関係なく作るっていう、めっちゃ良くないですかっていうだけでした。よっ、なんでやもう、あークソデカため息、やっとねもうほんと嫌だ、やっとエスカマリだわ。ここ闇吸収で、まあ、死ぬことはそうそうないと思うんで一回ちょびっと削ります。ワンパンはね、あーでもデスファリオン、あーそっかオルファリオンだったらワンパンいけたか説あるわ。まあいいや、ちょっと判断が遅かったですね。これオルファリオン火力だったらワンチャンいけたんかなとか思わなくもなかったですね。はい、ということでここはまあオルファリオン副属性光っていうこともあって、これ雷の呼吸たまるけどまあ損ないか、こんなもんでいいでしょう。オッケーですね。闇目覚めが若干鬱陶しいかも。あ、光目覚めに変えれるわ。変えれるな、これ。雷の呼吸どうしよう。はい、ということで13階層。雷っていこっかな、これ。デートナ打って、ちょっと雷っていこっか。どう？これ、副属性だいぶ、いつもの、おー、ナイス、ツーレイ !13 億、まあ、そんな変わらんかったな。オッケー、ワンパンいきました。14階層やっぱね、いつもより火力出る気がするわ。体感若干火力高い、42億を超えてくるから。ここはじゃあどうしようかな、下に引く感じでいこっか。下に引いてここでしょ、これでうまいことつながって、オッケーオッケーオッケー。あ、これいけるっすね、2パン安定。この辺安定するね、闇だし、次。ほっ。ほっ。この辺わかんな。まあでもいけるね、絶対いける。オッケーオッケーオッケー。よし、これでボス回想だね。よーし、いいよ。こっからスキル封印はもう来ないから安心していいよね。さあコットンもたまるし、あーでもここの紙調整がいつもと若干違うのか、それはちょっと怖いな、いつもと若干違う調整になるか。このぐらいで抑えてみるか、いつもなら全力で結構4-3とかで組んでもいいんだけど。あーオッケーオッケーオッケー、まあいいんじゃね、もうこれでいっちゃおっか、こんなもんかな。よし、これで結構削るっしょ。これ相手闇だったらさ、ワンチャン2パンでいけたんじゃねとか思うけど。おぉ、すごいね。で、これ光目覚めに変えちゃおっか。光目覚めに変えちゃいまーす。オッケー。とりあえずこっからはコットン打てば多分ワンパンで飛ぶので。じゃあコットン打って突破していきたいと思います。何ミルが来てもまあ勝ちなんで、もう勝ち確ですね。じゃあこれで突破します。まあ光がいいんですよ、前の動画でも言ったけど、コインが欲しいんです。んー、なるほど、初手光闇吸収でしょ。まあ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 頑張っていきましょう。回復目覚めじゃなくなってるからね、普通に降ってくるのありがたい。さあこれでまず1回目殴って、うん、いい感じ、やめろ、よし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 。じゃあここでも軽減貼っといて、まだ足りないかな、よっ、足りていく、いいね。この後もうあと2回殴れば、まあ、光吸収引かない限りは大丈夫だけど、ここはまず絶対引かないし、
ここロック解除できるし、光目覚め逆に怖い。まあでも限界あるもんな、火力に限界あるから多分大丈夫と思うけど。まあさすがにこれで発狂ゾーンに行くなんてことはないよね。 OK やめてね。 OK 勝ったね終わった。 OK じゃあコットン打っていこっか。コットン打ってデートナ打って、まあ普通に 2way たくさん組んでいきたいと思います。たくさんつってもまあ、はい、まあこれで副属性光で闇に対して有効なので、はい、OK、めっちゃ余裕めちゃめちゃ余裕、4回殴れば倒せる。はい、ということで、かなり強い降臨キャラ。もう降臨キャラではない、もうポッキンだ、ありがてえ。降臨キャラではないので、ぜひね、使ってみてくださいというか、作れる方は作る価値十分あるかなと思います。16分ですね。はい、使ってみてください。オルファリオンでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。